ックス固定しております。エルボートラックスです。ほとんど呼吸が息が乱れておりません長谷博士であります。十分に体を振り上げてまいりました。97年新春ジャイアントシリーズ開幕戦第1試合であります。1月の終わりから6月まである通常国会、そして秋にある臨時国会、その期間を除いてできるだけリングに上がりたいと語っておりました長谷博士であります。まあ、少なくとも20試合前後は上がりたいですねと語っております。そして都合がつけば地方巡業にも同行したいという長谷博士であります。長谷優勢でこの試合進められております。肉体的な衰えは全く感じられません長谷博士。身長183センチ。1月の10日広島大会までの参戦がこのシリーズは予定されております。このリングの感触を確かめながら目がランランと輝いているのはカメラのフラッシュばかりのせいではありません。さあ張っていった、志賀が張っていった、志賀パンチパンチ張っていく、さあ来いとばかりに受けて立つ長谷博士だ。さあ自分自身を、そして相手の志賀を鼓舞する、インスパイアする長谷博士。さあ館内は志賀コールだ。第一試合からして超満員の後楽園ホールであります。長谷博士の得意技はノーザンライトスープレックス、はたまたジャイアントスイング、裏投げ、バリエーション豊富であります。どのような大技が披露されるんでありましょうか。レスラーたるものパワーは比較的早く戻るんだが、スタミナにやや心配が残ると以前語っておりましたが、これまでのところいやいやどうして全くもって呼吸が乱れるところはありません。さあここから志賀健太郎が反撃に出たいところです。足を固めております志賀健太郎。しかし長谷博士の表情にはまだまだ余裕があります。さあ上になりました志賀健太郎、93年の5月全日本プロレスに入門いたしました。そして翌2月にデビュー、デビューから数えて2年と10ヶ月新春ジャイアント。さあ志賀健太郎がもうこれで動きを止められてしまいました。未だかつてこの第1試合からリングサイドを取り巻く報道陣、これだけのおびただしいカメラの量はなかなか見ることがありませんでした。さあ逆肩エビ固めであります。長谷博士がいかなる方向でいかなる技を披露しようとも、それにしっかりとカメラマンはフォーカスを定め、フラッシュを焚いていきます。注目の一戦であります。さあインディアンデスロックの体勢、5分経過、試合時間あっという間の5分の経過であります。まだまだ表情には余裕が見られます長谷博士です。さあカバー固めの体勢に入りましたよ。志賀健太郎苦しい。さあここからですとほふく前進できるのか、じわりじわりとにじり寄る志賀健太郎であります。22歳茨城県出身、身長187センチ。ご覧いただけますでしょうか、館内は志賀コールだ。さあ太い血管、細い血管、いろんな血管が切れております志賀健太郎。足を抑えられました。さあ変形のサーフボードスタイルによるストレッチであります。苦悶の表情を悶絶しております。がっちりと決められております。声が出ております長谷博士。入門第一声、入団発表第一声は新弟子の